しょうがない。そしたら、ここは北千住駅から徒歩5分のところにあるカール隠れ屋という居酒屋です。もう撮ってるんだ。やっぱ暗くて映ってる。저는술이센편은아니라서항상칵테일종류를마시는데여기는칵테일도커스터마이즈를할수가있었어요작가님은생맥을시켰는데고작저정도양의600엔이면그렇게싼편은아닌것같아요또토시와겐마이크라커또크림치즈です이작가님이랑은저번촬영때친해지기도했고나이도비슷해가지고말을놓기로했습니다그럼それって受ける受けないって自分で決められる焼きたてクルトンシーザーサラダですとローストチキンは柔らかくて、まあ、美味しかったんですけどドレッシングの量が多すぎてちょっとしょっぱかったです。富士フィルム私使ったことない。めちゃくちゃいい。重たいよそれ。変えな。ダメダメ。変えな。ちょっとちょっと気になるのが男と女一人一人じゃん。絶対コメントなんか彼氏とか言われるこれ。ああそうね。だから今日とかそう芝又で結構がっつり。こういう揚げパンみたいなのをクルトンっていうのを初めて知りました。今普通の標準の色味で撮ってるけど大ボートがすごいねあと少しじゃん11月に行ったしはい、すごいいや、これでベッドで撮るから大丈夫優秀すぎるからさ、すぐ顔拾っちゃうからさ。でも富士は色味が色味が。居酒屋本当に久しぶりだね。前の動画以外初めて。前の動画っていうと2年前の。ああ。唐揚げはどこの居酒屋でもあまり味変わらないかも。あと個人的に唐揚げにレモンかけて食べるのが好きじゃないです。アボカドとサーモンのカルパッチョです、まあ、私は好きだったんですけど脂っこいの好きじゃない人にはあんまりおすすめはしません。양파랑같이먹으면그나마좀덜느끼하긴한데연어도기름이많고아보카도도좀지방이많은편이다보니까약간구렁이삼키는느낌이라고해야되나맛은있는데약간좀느끼한편이에요버섯이탈리아소테입니다기름지고살찌는이런거많이먹고죄책감들때쯤해서먹기좋은요리인것같아요그만두찍어먹는간장같은거그식초섞어서먹는그런거약간그런맛이에요개인적으로되게맛있었어요기본안주한번더먹고싶어가지고주문하려고했는데공짜로주셔가지고나중에남은크림치즈만숟가락으로퍼먹었는데그렇게먹어도되게맛있었어요네알콜쓰레기는또칵테일을주문했습니다이번에는칼로아밀크작가님은레몬사와그리고베이컨카르보나라도시켰는데이거는저는배불러서못먹었어요디저트는별개니까
각아이스티라미스랑치즈케이크를하나씩주문했습니다아래오가시살짝얼린티라미스인데약간투썸에서파는그런티라미스같은느낌이었어요자카야데그데자트마데먹었다는아마나나왔다가かもしれない本当に？あ、そうなんだ。チーズケーキも結構濃厚で歯ごたえもあって結構美味しかったです。美味しい。どうぞ。水と光の反射って綺麗だから写真撮れないかなと思ってしまう水を見るといい感じ。これはこんなの撮りたくて우연히간이자카야인데분위기도되게좋고2층도있었는데되게예뻤어요좀아담하고그래서커플들이가면좋을것같은그런이자카야인것같아요네그럼오늘도영상봐주셔서감사합니다